どうもカカオモヌスです。私も飛風頼姫を引いて育成していますが、時短用の指南書がカツカツでスキルレベル上げが追いつかず動画を出せなくてすいません。今回はスキル育成途中でもできることとして、飛風頼姫を利用したメイン探索の絵札ソロ周回2箇所を紹介します。星5ランク5頼姫のスキルはこんな感じです。霊力上昇のみレベル10にできております。まずは天空の神絵札探索リプレイオートでソロ3ターン周回、1ターン目に全部のスキルを使用、グレイズに2ブースト霊力上昇絵札をつけた単体スペルカードを黒ヨウムに打ちます。2ターン目もグレイズに、次は3ブースト同じく霊力上昇絵札をつけたスペルカードを黒ヨウムに打ちます。あとはフルオートで OK です。次は3章3編最終探索人形使いと資料使い絵札探索です。こちらはリプレイオートソロ2ターンです。ちなみにしっかりスキルを育成すれば星1でも周回可能みたいです。まずはグレイズにスキルを全部使用、2ブースト優香に陽光3段階上昇絵札をつけたスペルカードを打ちます。あとはフルオートで OK です。他にもやれそうですが、相性が良いのはこの2つで、ソロ周回にかかるターンと安定性だけならおそらく最適解かもしれません。以上、参考になれば幸いです。